日仏伊スポーツハッチで真剣バトル。世界初バトルパシュート個人 4200m。 はい、前代未聞、世界初でしょこれはね。そうですね、バトルパシュート、はいはい、といっても団体戦ではなくね、差しの勝負です。向こうとこっちでスタートしてぐるぐるぐる6ラップ勝負ですね。どっちが速いかという勝負ですね。楽しみですね。これね、スタート位置が重要だと思うの、はい、うん、どっちが有利なのかは分からないけど、まずそれ決めましょうよ。最初はグーじゃんけんぽい。僕はじゃあこの最初のコントロールラインからスタートします。俺は日陰の男としては裏だな。さあどっちが有利でしょうか。はい、まあ、やってみましょう。バンクーバーオリンピックで日本チームが銀メダルを獲得したスケートパシュート、その功績をリスペクトしてベスモバンパシュートを開催。国内予選選手入場 CRZ vs スイフトスポーツ。もはや希少となった国産転録スポーツハッチスイフトスポーツ。2005年デビューだけに古さは否めないが、マイチェンでギアレシオをショート化、瞬速コンパクトの座は健在。パシュート国内予選スタートします。これ初めての試みで非常に楽しみなんですけれども、僕 CRG なんですけれども、相手はスイフトです。鈴木のスイフトスポーツ、どういう戦いになるんですかね。楽しみです。最初の最初のウィナーは俺でしょう。まあライバルはモーター車でしょう。やっぱりね、コンベンションならガソリンが勝ちでしょう。世界初バトルパシュートスタート。路面はみぞれ混じりの雨でハードウェット。両者慎重なドライビング。グリップはいいからね。これどう、綺麗にここは我慢してミスった。慎重なはずが痛恨のオーバーステア。しかし CRZ リード。速い、 CRZ 速い、 CRZ 速い。どこにいんだ。あ、やべ、もう来てるやん。あんまり残しすぎるとやっぱりリア出ますね、この車もね。金ちゃんは原選手の位置が気になり、ドライビングに集中できてない。原君に負けるわけにはいかないんですけど、頑張りすぎるとこうなっちまうよ。路面はズルズル、 CRZ はさらに差を広げる。グリップする。どこにいんの。まさか屈辱の追いつかれ。嘘、どこだ。重心が高い2ボックススタイルのスイフトは高速コーナーで踏めない。さらに差は広がり、思わずカメラマンは吹く。追いついてるぞ。5周目もさらに CRZ がリード。ちょっとミスったけど追いついてるよ。国内予選 CRZ が初勝利。緊張するな。おい、これ見えますからね。ねえいや、ガソリンエンジンの方がねストレート重視だから速いと思ったんだけどね。そうですね、これ思ったより加速感ないんですよね、こっちの CRZ ってね。だからオーバルだとその僕も正直どうなのかなって思ってたんですけど、コーナーで稼いでる。やっぱりコーナーはグリップするんですね。このタイヤから来てるあれ大きいと思うんです。ね、追い詰められる方が多分プレッシャーがかかる。すごいやばいよ、もうね、焦れば焦るほどミスするし、ああみたいなって。こっちもね、結構横を出して、詰めてやろう、詰めてやろうと思って走ると、こう、オーバーステアの失敗したりとかね、実はしてたんです。これ、むちゃくちゃ面白い。欧州予選、選手入場、アバルト500 vs トゥインゴ RS。イタリアンホット、アバルト500。1.4 リッターにターボチャージャーで武装。
アンチロールにセッティングされたサスペンションと相まってサスケンでは高評価、サーキットでも伊達ではないはず。ベスモ初登場、ルノートゥインゴ、ルノースポール。 F1 をはじめモータースポーツで培った技術を惜しみなくインストール。フレンチお得意の猫足で伊達男に挑む。ラテン系の意地の張り合いスタート。お互いアウェイとなる。日本は筑波の路面を確かめる。この辺でね、ちょっとハンドルを戻してあげると加速するな。お、どうだこれ。ゴール入っとくよ。いいよ。どう？確かにいい感じ。だけど負けてます。勝ってんじゃないでしょうか。いいえ、負けてます。あ、これいい勝負か。冷静沈着、アラ選手が一歩リードと思ったら足元すくわれた。なんと木下トゥインゴ逆転。お、勝ってるんでないでしょうか。焦ることない、焦っちゃいない。おお、あれ置いてかれてるか。金ちゃんのミスでアラ選手が迫る。あー、ちょっと置いてかれてんのかなこれ。なんで俺アラ政治の影に怯えてるんだ。怯えることはねえぞ。自信持て。さすが猫足トゥインゴ、ウェットの安定感で勝るか。両者の差は変わらず。頑張れ頑張れ。話せなくなってきたって考えちゃいけない。ドライビングに集中しよう。ドライビングに、ドライビングに集中力を高めた金ちゃん、差を広げる。そうだそうだ、どこにいんだ。最初から待ってる。勝ったか。よし。アラ選手追い上げるも及ばず、金ちゃん勝利。これいい戦いでしたよね。えらい緊張する、ええ、いやちょっとね、お互いにこう小さなミスがあるでしょ。追われてる、追いついたと思ってもうちょっと離そうと思うと横の、おーみたいな。いうことで結果はコンマ3、コンマ3秒勝ちと。もうあれだ、スケートこれですか。これですね。このさ、じゃあこれですね。えらい緊張しました。世界決勝選手入場、 CRZ vs トゥインゴ RS。 初代ゴールドメダリストはどちらか。決勝スタート。路面は相変わらずのウェット。両者慎重にお願いしますよ。グリップ感あるなこれ。パワー感はねいまいちなんだけど、コーナーのグリップはすごい高い。これいきなり CRZ リード。全開踏めるもんな。踏んでからやっぱタイヤがグリップしてるせいもあるし、結構安定してるんで、そのままね加速していく。立ち上がりも欲しいところでスロットル開けるとそのまま加速してくれるからいいね。リードを許した金ちゃんは最終コーナーをニュートラルに脱出。しかしその差は縮まらない。
だいぶやっぱこっちの方が早いみたい。来てるよ。あら、ミスれ。あら、ミスれ。あら、ミスれ。しかし、アラ選手もミスらず安定した走行。おっかねえな、なんか。おっかねえ。ABS が入った時にもね、結構コントロールしやすい。なんか全く制動がなくなっちゃいますみたいな感じではなくて、ちゃんとしてる。冷静に冷静に。ここで木下トゥインゴが巻き返した。うわ、来てる。冷静に冷静に。立ち上がり重視で、千葉ストレートは速くねえはずだ。アラ選手も立ち上がり加速を補うために姿勢を作り、ニュートラルステアで応戦。さあ、決勝を制するのは CRZ 優勝。トゥインゴの追い上げ届かず。やった。悔しい。ストレートはね、速いはずなんだけどね、トゥインゴの方がね。確かにストレートはこっちあんまりパワー感ないんですけど、ないんですよ。ないんですけど、結構スタートからの出だしとかが良かったりします。こっちはね、回転上げてさすると明らかにフリースピンするし、うん、で慌てて2速に入れてまたグーンと書くぐらい。あ、パワーは、パワー感はある感じなんですね。グリップがついてってないっていう感じかな。だけどお互いのこうキャラが出てるね。そのストレートバンバンで速いわけじゃないけど、このあの安定感で6ラップをきれいにまとめる車と。そうですね、まあ、一周はそんな遅くないと思うけど、なんか波がある、うん、トゥインゴとね、うん、それぞれがはっきり分かりました。そして CRZ の速さ、恐れ入りました。これ本当乗りやすいです、うん、速くても大食いは NG。 個人消費カロリーチェック。ルートは東京都文京区の編集部スタート。なるべく条件を揃えるため、エアコンは24度設定。ドライバーはパーキングごとにシャッフル。筑波サーキットのゴールを目指す。そして結果はご覧の通り。 CRZ のトップは予想できたが、アバルトの健闘は大誤算。そして体重測定。ライバルに対して CRZ はリアがやや重め。気になる瞬発力をチェック。個人 400m 走。国内予選選手入場。 CRZ vs スイフトスポーツ。この CRZ 対スイフトで、これね、電動アシストがどこまでの威力を発揮するかっていうところが興味深いですね。スイフトスポーツですけれども、まあ向こうはモーターパワーがあるんですけど、車重が重たいんでね、これは楽勝でしょう。よし、頑張れ。あれ、スイフト逆転。なんで、スイフト初金星。バッテリーが少ねえのか。まあ軽くスイフトの圧勝かな。早いですね。そうね。だけど CRZ も最初のこう一転がりっていうのも予想通り、モーターパワーがアシストがガン立ち上がったところは意外と頑張るかな。特にローギアのところは感じるんですけど、走り出しちゃって加速していくと、なんかね、やっぱりこっちの回転が上がって本当に馬力がどんどん出てきたところあたりから、やっぱりガソリンエンジンがいくなっていうね。そうですね。そのゾーン的にどんどん離していく。そこの伸びはないですね。あと気になったのが、シフトアップした後にちょっともたついてるんですよ、なんか。アップした直後にもたついてこない部分があって、その分こうどんどん、そうそう、横から見ててもね、シフトアップのタイミングでスッスッスッと離れる、うん、でもこっちはパワーゾーン入ってるから、まあ、そこで差がついたかなという感じかな。
州予選選手入場、アバルト 500VS トゥインゴ RS。 続いてはこのアバルトですね。この車はターボなんで結構トルクもあるし結構期待できると思うんですよね。元気な走りで、まあ、このウェットの中なんですけどホイールスピンだけさせないようにすれば勝てるかなと思います。頑張っております。アバルトターボですからね、やっぱりトルクのあるターボエンジンって加速はいいでしょう。ただね、タイヤのこっちは4号扁平でそれをうまくトラクションに移し替えられれば勝機はあります。ちょっとスタート遅れちゃったけどもう全然パワーはこっちの方がありますね。あれ全然早いよ。アバルト早いなおい。ターボパワーでアバルト圧勝。早いねアバルトね。やっぱりターボなんて、まあね、すごいこうモリモリしたトルクが。そうね、でも最初の一歩ぐらいスティングもねいけるかなと思ったんだけど全くダメだったね。そうですね、結構全域で、トルクがやっぱフラットでたくさんあるような感じなんで、もうどんどん持ってくるような感じがありました。まだね負けてもねなんか悔しくないっていうかね、後ろ姿が可愛くてねすばしっこくねいい感じでしたよ。はい、ここで懐かしの名車 CRX が飛び入り参加。オーナーは編集部宮本。 VTEC ではない ZC エンジン搭載モデルがこだわりなのだとか。変態エキシビションマッチ CRX vs CRZ。 22年経った車ですが、まあ、CRZ には負けないと思います。頑張ります。20年前の車ですよね、負けるわけにはいかないんです。よし、出しは行った。うそ、負けちゃうの俺。20年前の車ですよ。これぞ元祖ホンダ魂、このスピリットを受け継げ CRZ。 すげー CRX 最新の最新2010年モデルに勝ち上がった。ビッグなトルクの車はどれ。4速30キロからの中間加速走。はい、次は中間加速テストなんですけれども、この車どうなんですかね、その低回転からのグーってアシスト、これはなんかねスタート止まってるところからのスタートでは結構その辺のアシストが感じたんで、その辺の上のギアでも走ってる状態でもそのアシストのなんか良さっていうのが出てくれるといいなと思います。4速30キロでしょ。ちょっとねこのガソリンエンジンのパワーゾーンに入ってないと思うんですよ。これちょっと厳しいかな。30キロってさこんな遅いんだよ。1000回転スピードを揃えてスタート。あれダメじゃん、置いてかれてんじゃん。どうした CRZ、低回転でもガソリンの方がいいのか。なんとスイフトまたまた金星。 CRZ はスタミナ切れ。欧州対決はここもターボトルクでアバルト勝利。エキシビションは CRZ。 結果はアバルトの貫禄トップ。寒い雨ではバッテリーの消耗が激しく CRZ は残念。最終種目は 1000m トラック3ラップスバトル。選手はパシュート上位2台がエントリー。逆ポールでバトルスタート。スタートはトゥインゴが決めた。トラクションはいいけど、あ、加速はね、加速は互角。ホイールスピン大きいんだよ。おい。瞬速スタートのトゥインゴがリード。
来るね。金ちゃんのシフトミスですかさずインを狙うが怒ります。加速遅いよこれ。加速でちぎる金ちゃん。荒選手はレイトブレーキングで応戦。ストレートに持ち込めば勝てるよ。ストレート勝負。あ、アンダー出ちゃうんだよね。あ、ストレート離されちゃう。ストレートで離されてもコーナーではぐんぐんプッシュ。これが CRZ の気持ちいいところ。この辺で差をちょっと縮めておいて、ここでインに入れるからまたまたインが入っちゃうよこれ。ここだよ、耐えろ、耐えてくれ、耐えてる。なんと最終コーナーもアラ CRZ がノーズを入れる。ここもいい、入ってみよう。キルストさん超面白いこれ。煽られてるよ。でもストレートはこっちが速い。アラ CRZ のプレッシャーに金ちゃんの心は崩れ気味。残り1周持ちこたえられるか。フラフラしてますよ。ウェットスタビリティは明らかに CRZ が上。金ちゃんクリップが取れない。また入っちゃうか、ここ入れるんだもん。行きたい。耐えられちゃうの。さあチェッカー、ギリギリ逃げ切り木下トゥインゴ勝利。いやー、いいようにおちょくってくれましたね。速いところが全然こう違うんで、両極端ね。極端ですよね。ストレート速いのやっぱりトゥインゴね。はい、スーッと伸びてもやっぱガソリンエンジンはいいな。速いですね、やっぱ伸びがありますよ ね、そこはもう全然ついていけないです、正直、はい、だけど、やっぱモータートルクは下のコーナーのレジとか、いや、特に感じたのはやっぱスタートからの一足でのスタート、うん、その辺のところはね、いいんですよ。の悪くないですね、で、多分二足のアシストっていうのも多少効いてるのかなという気がするんですけど、うんうん、ストレートに出てくると伸びがないです。絶対的に馬力が足んないと、うん、やっぱモーターならではでこう初期パーンとトルクが上がるけれども、それがダラダラ下がるから伸び感もないでしょ。伸び感がないですね。最初の突き自体は悪くないんですけど、ね、ただグリップが結構この車は良かったってまあ結果的にレモンをちょってくれましたね。あそこしか勝負のポイントがないというか、もうアウトからまくったりそれからイング、嘘入ってた本当ね。だからね、なんかね、トゥインゴでゲームには勝ったけどなんか勝負に負けたみたいなね。なんだこの屈辱感。いやいや、でもあのフラフラの中でその笑顔ムカつくんですけど。いやいや。さあ、CRZ を中心にね、いろんなテストしましたね。そうですね、はい。まず燃費をしたでしょ。それからサーキットに行ってパシュートし、はい、バトルもし、テストコースで努力性能チェックもし、はい、で見えてきたことがたくさんあります、総合点をつけるとジャンということでこういうことになりました、はい、なんかちょっとできすぎのような気がするんですが、 CRZ でも良かったですよね。ね、確かに良かった、もちろん燃費はナンバーワンだったのかな。それから走りも結構良かった。一つ言うと、タイヤがね、ちょっと CRZ に合ってたかなというか。そうですね、結構その影響は大きいのかなというのはテストを通じて
そうね、感じた部分ではありましたね。あの銘柄もそうだし、それからみんな195のタイヤ履いてるんだけども、40だったり45だったり扁平の中で、55でね、それがちょっとしなやかさになって、こういうコンディションではぴったりあったのかなという。これはね、いきなりデビューしてきてね、こういう強豪たちを抑えたというのは大したものだと思いますよ。はい、ね、まあ、次はね、ドライでね、CRG チェックしましょうよ。そうですね、今回はドライじゃなかったんでね、うん、ウェットに助けられたっていうのがあったんで、次ドライで、筑波で。そうですね、またこの手の車でこう腕を磨いて、うん、こうステップアップしていけるような車の存在なのかっていうのを見たいですよ。そうですね、次回楽しみにしてください。はい。